イマッシュ。うっかり落ちたのか？こいつに落とされたか！こいつが例の殺人犯だな。エラビーサのクソ野郎どもが俺を借りに来やがったか。そのようね。死ねねえ。奴らに復讐するまでは。復讐？俺を殺そうとしやがった組合のクソどもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ。俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて全員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けてあんたは死んだと報告する。そうすればタイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するため。で、
私が出発した後、騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。